先の引き寄せの法則。さて、やってきました。先の引き寄せの法則の時間です。この番組は三十分だけなんですけれども。ええ、私、浦中崎のフリートークとザシークレット。 さマジックの本をもとに引き寄せの法則をやってみようという番組です皆さんもねのんびり騙されたと思って一緒にやってってみましょうかねはい、えー、っと今日はね10月十一日今日が本当のハロウィンの日なんですよね、うん、だけど沖縄市講座ではまあ うーんどこでもそうなんですけど「金土日」とお祭り騒ぎだったんじゃないでしょうか。っとね、えー、ハロウィンの話もね今日してみたいと思うんですけど先週ねメッセージが来ててね時間がなくて読めなかったので今日読みたいと思いますね。うん、まず1軒目ね、えー、これは京都弁で話した方がいいのよね。いきますわね。 京都は日に日に寒くなり最近週末に鍋をしたりおでんをしたりあとたぬきうどんにはまってます京都よりはるみ姉さんあらだんだん寒くなってるのね内地は寒くなっていってるのね沖縄はちょっとねちょっと肌寒いかなでもやっぱりまだね常夏の格好してますようんあとね日が落ち 沈むのが早くなってきたなって、あまりね秋って感じがうーんまだしないけど内臓はだんだん寒くなってきてるんですね。そしてねもう一件ねまたね春緑さんよ嬉しいわ。うん京都はずいぶん冷え込むようになってきました。フリースが活躍するようになってきてます。最近旦那さんとラーメンにハマってます。 やはり一番は天下一品です。その次が今のところ一蘭という博多が本店の豚骨スープのラーメンです。あと京都だけにあるのかわからないのですが、高橋という醤油ベースのラーメンが美味しいと聞いたので旦那さんと行って行ったのですが、品田地区は久しぶりでスープも美味しく美味しかったですが、麺が少し中華麺っぽくて私にはいまいちでした。 寸ンモウとんこスープでおすすめと昨日美容師さんに聞いたのでまた行きますそんなコーナーで食欲の秋してます京都よりはるみねさんでしたラーメンにはまってるのねラーメン食べたいわ私もラーメン好きだからなうんそうよねえー、っと天下一品といえば京都よねやっぱりね本店食べた方が美味しいらしいわよ全然違うみたいなんか うんな何がこんな変わるのかしらねうん地元で食べた方が美味しいと思っちゃうのよねと一蘭も好きよね私東京行った時にあの六本木の一蘭はなんか一人ずつラーメンに集中して食べなさいっていう作りなのかしらねなんかカウンターで仕切りがあって。 本当にラーメンと自分で食べますみたいな。でのれんがガラガラと開いてスタッフの顔が見えませんみたいなねでも一蘭も好きでね、えー、東京にいた時は飲んだ帰りは一蘭でラーメンを食べてましたわようんえー、っと沖縄には一蘭ってあるのかな見たことありますかないスタッフさんもないって言ってるわね。 うん、沖縄来てほしいな、あのスタイルがね独特なのよね。うん、ありがとうございます。またねなんかね食欲の秋ね、いろんな話ね、それについてもまた,たしてみたいと思いますね。ありがとうございます。そしてもう一件ねメッセージ来てますね。ラジオネームね島歌大好きさんです。さきさんこんばんは。なんだか久々に美術試会が戻ってきたみたいなので夜のガールス トークのラジオ今夜も楽しく聞いてますいよいよ今週土日はハロウィンの季節がやってきますあちらこちらでもハロウィンコスプレも多くあるみたいですね今年のハロウィンはどんな盛り上げるのか楽しみですねでは夜のラジオ時間まで聞きます PS 美女子会が久々にラジオ復活して本当に嬉しいですやっぱり咲きさんのラジオっていいですねもちろん僕は さきさんの好きなパーツなら、セクシーな足が好きなので、さきさんのパンツを履いてるセクシーな足を触ってみたいです。久しぶりですね。島唄大好きさんさん、ありがとうございます。えっ、ー、とね、うん、えっ、ー、と、番組がね、番組名が変わったんですよね。ね <laughs> 今はね、さきの幸せの法則なのよね引きあ。引き寄せの法則だ。引き寄せの法則なの。うん。 島田大輔さんよろしくお願いします。うん、今日はねちょっとハロウィンについて話したいと思います。えっ、ー、とねツイキャスでもねメッセージ来てますね。こんばんた熊本リスナーはなさんじょうはいはなさんこんばんはよろしく、えー、そして熊本バッテンさんさきさんこんばんは今日の朝名古屋は工藤でしたよキュートどういうことすごい寒いってことよね。 沖縄で何度だっけ何度なの ?30 度ぐらいあー全然違うもう寒いの私苦手だからなもう沖縄だとねもうほぼ夏服だけで一年中やっていけるよねもう余計な服買わなくていいから楽なのよ寒そうだなそしてよっくん 辛いものが好きな人には絶対ハマると思います。なんだラーメンの話かしら？うん。ありがとうございますねえ。ハロウィンね。皆さん、どんなハロウィンパーティーを、えー、ハロウィンを過ごしましたか。か、うん？私はねえっ、ー、と。土曜日、日曜日とハロウィンパーティーで仮装しましたよ。ようんだけどね。今の人はね。みんなね。 ネットでね衣装を買い物するのよねあのね今年流行りはねポケモンやピカチュウの格好してる可愛い女の子もいたしあとね魔女可愛い魔女セクシーな魔女をやってる子もいたしシンプソンママもいたわよ私はね白雪姫なんかね旦那としたともにねロマンティックな方 うっていうかね一番流行ってたのはハーレークイーンかなかっこいい女の子、うん、だけど私はネットが苦手だからドンキホーテに行って買ってて買きたんですよだけどね袋をね開いてねサンプルが見えるやつとね見えないやつがあってねそこでね悩むのがサイズなんですよ。 私ね、大体 M サイズが置いてあるんですけど M サイズが入らないチャックが閉まらないということでね L サイズが欲しいなと思ったらね L サイズはもうないのよねで残ってたのは LL サイズ切れないより切れた方がいいでしょうと思って LL サイズの白雪姫うん。 どうしたのって感じだったけどねそれでねちょっとパーティーに参加してみましたでねみんなでねコザを飲み歩きましたうん結構楽しかったですよコスプレねなんか昔よりどんどんなんかハロウィンがねあの人気になってるよね昔はそこまでハロウィンなんか気合い入れてる人少なかったんだけど今本当にメイクから何でも揃ってるうん。 で今日もねハロウィンだからね今日も仮装してる方いるんじゃないかな土日はねコザでねすごい仮装してる人たちがいっぱい歩いてましたようんね可かわいいかわいい系がいいな私怖いゾンビ系ねアメリカ人の人ゾンビのこうなんか血まみれナースとかゾリ,リアルゾンビめっちゃメイクアップしてすごいゾンビなりきって歩いてる人とかいたけどねうん どうかしら、うん、今日はね、ちょっとね、それでね、まあ、た脳に歩いてたから、二日酔いモードなんですよ。はい、えーとね、この番組ではね、メッセージをね、募集しています。うん、メールアドレスは、七六一アットマーク、FM コザドット JP です。ファックスは、零九八の九三四、八六五三です。また、FM コザでは、ツイキャスト、ユーストリームで、映像と音声を配信しています。 FM 講座のホームページから見ることができますのでそちらもお楽しみくださいではねここでね曲いきたいと思います私の大好きなメキシコのシンガーよまたよルイス・ミゲルソアベ はい、いかか。がだったでしょうかルル・イス・ミゲルソアベあのちょっと古いんですけどねこれもねまああのプロモーションビデオがまたかっこいいきれいなお姉さんに挟まれてルイス・ミゲルも上半身裸でなんかこっちを見つめてるみたいなね何それみたいなでなんかこう熱い感じで歌ってる時のその T シャツとジーンズが昔の吉田栄作家みたいなまあ 似合ってるか許そうみたいなね。うん、かっこいいからね。そわべ。なんかセクシーっていう意味らしいですわよ、うん。はい。じゃあね、今日はね、マジックっていう本からね、えー、っと、何をしなさいでしたっけみたいなね。あれからね、私はね、一周握りしめて魔法の小石やってますわよ。うん、あでも、昨日酔っ払って寝ちゃったから忘れちゃったかもしれない。でも、皆さんやってるかしら えっとね、今日はね「魔法のような人間関係」うん。何人間関係で悩んでる人多いよね。うんまあなんか全ては人間関係でね職場も楽しくなったりとかね人間関係大事よね。それを良くしようということかしらね。ちょっとき読んでみましょうね。 地球上に存在しているのはあなただけだと想像してください。すると何かをする望みはなくなります。見てくれる人が誰もいないのに絵を描く必要があるでしょうか聞いてくれる人が誰もいないのに作曲する意味があるでしょうかそれを使う人がいないのに何かを発明する意味はありますかどこに行っても誰もいないのではあちこち動いても引っ越しても 意味はありませんあなたの人生に喜びや楽しみが何もなくなってしまいます他の人と関わり一緒に経験するからこそ人生に意味や喜びや目的があるのです人間関係はあなたの人生に他の何よりも影響を与えます夢の人生を受け取るためには今あなたの人間関係が自分の人生に どのような影響を与えているかを理解し、また感謝が人生を変化させ始めるときの一番力強い道具が人間関係であると知ることがどうしても必要です。今では科学も過去の賢者の英知の正しさを確認しています。感謝を実践している人々はより緊密な人間関係を保ち、 家族や友人とより深い関係を持ち、他の人からよく思われていることが調査で判明しています。しかし、この調査結果で一番驚くことは、他人への不満は、口に出そうと思っただけであろうと、その一回に対して、十回の感謝がないと、その人間関係は良くならないということです。一つの不,不平不満に対して、十個以上の感謝がなければ、その人間関係は悪化します。 それが結婚であれば、おそらく離婚にまで発展してしまうでしょう。言葉の持つ力はとても強く、その人に不満を言うと、実は自分の人生をだめにしてしまいます苦しくし。苦しくなるのはあなたの人生です。引き寄せの法則が働いて、他の人に対して考えたことや,やった言ったことが、そのままあなたにももたらされます。 世界の偉大な賢者や死たちは私たちに感謝しなさいと教えてきました。あなたがあなたの人生でより多くを受け取り、魔法のようにあなたの人生が上向くためには、他の人のありのままの状態に感謝しなくてはなりません。今日の魔法の実習は、人々のありのままに感謝するということです。あなたのすべての人間関係がうまくいっているとしても、 この練習をすれば人間関係はさらに良くなりもっと素晴らしいものになりますすべての人の中に感謝できるものを発見することによって息をのむような魔法が起こりあなたの人間関係は思ってもみなかったほどより強くより充実しより豊かになるでしょうあなたが感謝している3人の身近な人を選んでください それは、奥さん、息子、父親、恋人、ビジネスパートナー、妹かもしれません。親友、おばあさん、おじさんかもしれません。その人の写真さえあれば、誰を選んでも構いません。重要な人を3人選んでください。写真はその人だけのものでも良いし、あなたと一緒に写っているものでも大丈夫です。 その人に対して感謝できることをしばらく考えてからその人の写真を前に置きノートとペンあるいはパソコンで一番感謝していることを5つ書きましょうその5つのリストを作成するときその人の写真を見ます魔法の言葉ありがとうで文章を始めてくださいその人の名前を書き何に感謝しているかを書いてくださいありがとう 何々さん何々に対しして感謝します例えば「ありがとうジョン私をいつも笑わせてくださって感謝します」あるいは「ありがとうお母さん大学時代に私を支えてくれて感謝します」3人に対してリスを書き終えたらその日は彼らの写真を持ち歩くか目につきやすいところに置いて魔法の実習を続けます。 今日その人の写真が目に入った時は必ずその人に対して魔法の言葉ありがとうとその人の名前を言いましょうはい3人選んでください身近な人っていうことですねそしてその3人に1人5個感謝できることを書きなさいと写真も用意しろと 写真は、まあ、あったら、見ようかな。うん。ま、携帯でね、写っているお友達だったりとか。うん。えー、リスナーの皆さんだったら、奥さんの写真を見て、奥さんに改めて感謝するとか。うん。来週ね、私、えー、三人、 考えてきますね。それ5個、皆さんの前で発表してみようかな。うん。じゃあね、エンディングになってしまいましたね。早いわうん、楽しい。ハロウィンパーティーを過ごしてください。そして、えー、感謝できる人3人。来週までに考えてみましょうね。うんで5つね。考えたら結構なね。量よね。うん。はい。 そしてねえー、と今日私の友達、えー、アニマルレスキューアズスあーあーなんだっけアニマルレスキューアズスンアズポーシブルの友達が募金箱をね FM 小座に置いてきましたそう皆さんあのいろんなところにねこれから募金箱を置かれていくと思うのであのもし目に目にすることがあったら募金してみてください、うん、殺処分がね少しでもなくなるように。 私も祈っていますはい今日はねえー、っと感謝できることそしてハロウィンのね出来事を話しましたまた来週もね楽しい1週間になりますようにうん私もねちょっといろいろ頑張ってみたいなと思います幸せな1週間になりますように、えー、月曜日夜10時先の「幸せの法則」皆さん また来週よろしくお願いします。では、おやすみなさい。バイバイ。